はい、トムトップです。ブッです。勝率権限ポケモンシバイのランクは今回もやっていきます。なるほど、なるほど。これは、まあ、普通に、アブリモン、ポリゴン、Z、ヒデルマ。今回のパーティーは、まあ、だから、アブリモンでリバルブレッドで、素早さを下げて、ポリゴン、Z とヒデルマにこだわりアイテムを持たせたから、まあ、その2匹で全力をしていくっていう。まあ、そういう感じのパーティーなんだけど。まあね、いろいろと問題点はあるんだけど、まあ、でも、相手が良ければ普通に勝てるから。まあ、そうすると、絶対無理じゃん、こんなやつ。勝てるわけないじゃんっていうのが来ることはないから。まあ、そこそこ勝率を保てるんじゃないかなと思いつつ、このパーティーを使ってる。はい、対戦よろしくお願いします。カビゴンはね、いいね。カビゴンいいね。何がいいってね、素早さが早い、遅いから、カビゴンは。最初に痺れ物は負ける必要がないっていうね。まあこれでバルメットを出す。相手が何をしてくるか。腹たいことが積んでいてもまあ別に問題はない。どうせ上から殴って終わりだからね、こんな。まあこの素早さ、この HP だとまあオブオンの実、ヒラの実か。食いしん坊ならヒラの実か。フィラの実でまあ回復されるけど、まあ、いや、落とせるでしょ。まあ一応、カビゴンは確かね、特物が硬いから、まぁ、ちょっと一応まぁ、ヒラロも出してくけど、まぁ、ポリゴンズってのはもう強いとは思うんだけどね。どうしようか、この場合はまぁ、こうやったら痺れゴラが一番いい手ではある。まぁ、アブリモンやることがかなり限られてるからね。リフレクター積んでも腹ライコあったら一発で落ちちゃうだろうし。おぉ、いいね。どうしよう、何やろう。何やろうかな、やることないんだよな、もう。無償抵抗でダメージ量をね、まあ、ある程度わかるので、カビゴンがどんくらい硬いかっていうのが。なるほどな。これは硬いな、確かに。まあでもまあ、これまだ助けだから、もう一発殴れるんだよね。まあ、さすがにそれだけ削ると、まあ、ヒラルマのオーバー、フレアドライブで落ちるかな。まあ、ただ特防はやっぱ硬いから、まあ、ポリゴン Z でだけヒラルマの方がいいだろうっていう感じかな。ってめっちゃ痺れるじゃないまあ、痺れたら痺れた分ね、ちょっとこっちでも HP を減らして、まあ、勝利を確実にできるので。まあ、それはいいでしょ、全然。めんどくさい技だ。まあ、そこ持ってるか、リサイクル。ちょっと、ここはね、まあ、ギリギリ半分いってないから、ちょっとリフレクターを張ってね、相手が木の実を使ってくることを阻止する。まあ、リフレクター。さすがにもうそろそろ殴ってくるでしょ？まあ、炎のパンチ。まあ、多分リフレクター意味ないんだけどね。さすがにこの HP だったら、まあ、普通に肌ライコ、肌ライコ積まれてるから、まあ、半減になったところで耐えないよねっていう。まあ、最低レティアは、まあ、馬鹿力なんだけど、まあいいでしょ、フレドラ、ここは。大丈夫です、さすがに。そうね、バカ力は攻撃下がっちゃうからね、フレドラの方がいいんだよ、絶対。後のこと考えても。まあこれは普通に落ちるよね。よし、落ちた、落ちた。まあ裏が、なんだっけ、何がいたっけ、炎反撃力もいるんだっけ、ドラパルトがいるじゃん、一応。ドラパルト、でもドラパルト、ああ、そうか、ドヒドイレがいるのね。なるほど、なるほど。まあ、ドヒドイレはね、どうせやってくるのこの統治家が独特なんで、まあ別に、怖くはなんて思って、本当も怖くない。別に、そうだね、ドヒドイレは確かに硬い。硬いけど、それ以上にこちら側の火力がありすぎる。まあ、ただ、破壊光線一発で落ちるか怪しいし、統治家で突かされたら最悪なんで、まあ、トライアタックを打って、食った方がいいかな、っていう。だね、また変えてないのはね、まあ、こだわり系のデメリットなんだけど、ほんとそれはね、割と困る場面は結構たくさんあるんだけどね。だこれがどんくらい入るかね。まあ、ハブは絶対入るんで。おぉ、やけど引いた。いいね、いいね。まあ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 。いいんじゃない？今回なら。
まあ身代わり使ったけど、多分この HP 的に次は身代わり打てない。そうだとまあ次のトラータ2発でもうドヒレで倒せる。まあ毒ダメージ稼ぐために統治家やってくるかな。あ、やってこなかった。そうなんだ。それは何やってくるんだ。ネット普通に普通にネットで殴ってくる。ああ、自己再生ね。でも自己再生やっても追いつかないでしょ、さすがに。あ、全然追いついてない。あー、でも、焼けようダメージあるとはいえ結構きついか。どっちが先に落ちるのか、これ。まあ、こっちが先制してるから。まあ、やっぱり火付け耐久保険は硬いよな。で、あれ、破壊構成打っとったらいけたかな。おし、急所来た、急所来た。まあ、それ耐久ポケモンはね、まあ、何回も攻撃を受けたこと前提だから、まあ、それ吸収ではなくて、傷が高くなるから。ちょっとこの独特の、今はダメージ量がかなりきついところがあるんだけど、ルカリオか、まあ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 。え、でもまあ、フリローで勝ちでしょ。まあ、このトライアタックで助けは潰れるせいし、まあまあ、ハートマンチとか持ってると、ルカリオ、そうだね、先生技覚えるんだよね。新速とか、マッハパンチとか。むっちゃ食らうじゃん。むっちゃ食らうじゃん。え、こんな食らう？びっくりしたよ、今。こんな食らうんだ。でも今、たすき潰しできてなかったら、ちょっと危なかったかもしんないな。まあまあ、ここはフルローでもう勝ち確。勝ち確なのか、これは。いや、まあ、勝ち確でしょ。まあ、すぐに先制技打たれてもね、まあ、持ってないでしょ、さっき言ってた方だったから。これで、終わりと。はい、大佐ありがとうございました。はい、イクノスケさんとマッチングしました。なるほど、なるほど。わー、すごいね、ガチパが来たね。ちょっとやばいね、すぐに、この段階だとあんまりガチパがいなかったんで。まあ、これは、だいぶ力を存分に発揮できそうですね。あ、ちょうどね、炙り物のストレイがかなりいいね。で、かなりいいっていうか全部刺さる。粘るやつが全部刺さるから。あのね、経験上、今までやってきたけど、ね、初手刺しやんっていうのがあんまないんだよね。ということは、粘るやつで、粘るやつが全然発動できるから、そうね、まあ、刺しやんには痺れ子だ。刺しやんって炙り物より速いポケモンっていうのが、だから刺しやんとか、損害なんだけど、エースバーンはどうだっけ？エースバーンも確か、炙り物より遅かった気がするから、確かドラパーツと刺しやんぐらいから環境にいるポケモンだと。だから、ザシアの人だとね、しびれ頃を先に当てないと、あやられちゃうんで、まあ、それはちょっと厳しいんですけど。あーっと、やってほしくないことをやってきたな。はい、これ、選択肢が発生した。勝率 75%。まあ、勝率ではないんだけどね、別に。別に勝率ではないんだけど、まあ、言い換えれば、負けなく確率 25% っていう。ここで当てないと負ける。いやでも初手出しやっていうのがそんなに多いわけじゃないから、実際にもっと勝率は高いはずなんだよ。だとにかくさ、初手出しやで来られた時にはもうここは痺れ子で当てないと確実に負けるんだよね。負け負け、痺れ子だ負け、痺れ子だ巻いて出しやんねってろ。よし、開けた開けた開けた。大丈夫大丈夫。ここは当ててくんないと。まあ、さ、まあ、さすがにね、県外だけだとそういう確実性に頼らないといけない面もあったりするから、まあそれはしょうがない。まあそれでバレレッド負けて、これで。おー、悲しめというか、ちょっと待って、なんでなんでなんで。おい、ストップストップストップ。え、なんで今なんでザシアンのさ、指名判定が先に来たんだ。え、麻痺ってるザシアンってすぐに炙り物より遅いよな。あれなんでだ、今。ちょっとわかんないな、まあいいや。まあでバレレッド負けたからよしとしよう。え？こっちの方が早いんじゃないの？あ、そうか、電光石火か。そうか、電光石火か。そうだよ、それダメじゃん。そっちダメじゃん。そうだ、今気づいたわ。電光石火なんだ、この戦法ダメだ。初手出しやんだったら確実に終わるわ、そんじゃ。やばい、気づいてなかったな、全然。え、でも、ザシアもね、実質的に、まあ、締め出せることによって、まあ、ヒラの触れ取られ落ちるイコール、実質的にキルを停止できるから、あ、別に最悪レバルレッドがなくてもどうにかなりそうな気はしてるんだけど。さすがに無理だな。無理だな。耐久低いもんな、こいつだ。で、全然動かないね、相手。まあ、これでフレロアでザシアンを食いつで落としていく。
いいね、いいね、いい感じだよ、今。よーし。まあ、これでね、まあ、あとはね。まあ、スカフーラオスとかからいきついんだけど。スカラフじゃなければ。だスカフーラオスそんないないんだよね、今。確かに、まあ、そうやね。実は、あの、どっちにしてもきついんだよね。まあ、タスキで頼られて、まあ、どっちし、そうそう、フェードラー一発で上倒す落ちるのかっていうのが怪しいラインだけど。スカーフでやらない。どうなんだ落ちるんだっけこれ。タスキじゃなかったの落ちてた。まあ、タスキだね。まあ、今はタスキが一応多いか。まあ、ただ、まあ、タスキで耐えたところでポリゴン Z が落としていくだけだから。まあ、これで言えば、実質的に1対1だね。ウラオスって確かに先制技は覚えないんだよね。だからまあ次のポリゴン Z で無償で落とせると言いたいところだけど無償ではない。このこだわりが発動するから、まあなんか相手の裏のポケモンが何かっていうのを考えないといけない。ただ相手の裏のポケモンにノーマルを半減以下に抑えられるポケモンがいないから、もうトラータ一択。ここがトラータ一択、本当に。で、ここでトラータで落として、なんかポリゼットがさ、あ、じゃポリッツじゃない、裏のポリッツがさ、HD 特化とかにしてると、厳しいのかな、さすがに。トラータでも。はい、勝ったー。エースバーなんて、でも、こんなんで、ポリゴン Z の、選ばれるとね、速さが下がるえ。ポリゴン Z のトラータで確定一発。はい、ゾンゾン、ゾン。はい、これで、ピューン。はい、対戦ありがとうございました。いいね、気持ちいい試合だった。ザシアをしっかり倒した。はい、これでランクが上がると。いいね、いいね。結構このパーティー、勝率はそうなんで、もうこのパーティーで、もうさすがにね、マスターボリ級にはならないとやばいんだって。マスターボリ級にならなかったらもうスタートレーンにしたってできないから。まあ、というわけでも、このパーティーで、もうマスターボリ級までとりあえず行くから、まあ、マスターボリ級行きするってのはまたこのパーティーの動画にする。まあ、それで、まあ、どこや外で、まあ、とにかくマスターボール行きそうなとこまで行ってって感じだね。とりあえずは。はい、というわけで、ここへ、というわけで皆さん、また、この、